もおはようございます、恋桜です。お地中に見えるかな、雲の巣がね少し張ってある。これってね、あの植物の受粉なんかに、まあパプリカ関係ないんやけどね、受粉なんかに結構役立つんですよ。普通はなんか蜂とかね、そういうイメージ大きいと思うんですけど、蜂以外にもね、小さい雲とか、ああいうのもね、受粉の手助けになるっていうか。そしてこれ、パプリカね、相変わらず順調に結構大きくなったよ。ね、葉っぱが邪魔してね、なかなかね、見づらかったりするやろうけど、うん。で、この、これね、こう、こうね、伝っていったら、ここで分岐になったよね。これから、もう一個の下で、ここをまっすぐ上がっていったところで、一個、これ、もう昨日からまたポコンと出てきたやろ。そして上のやつは、これ。ね、順調に育ってます。ただね、隣の、赤、レッドの方ね。隣のレッドの方は、まあ、こうしたらいいんだね。こっち側ね。こっちの方がまだちょっと遅いんだね。まあ、ずっと今まで遅かったからね。まあ、いいのかなって思いながら。んで、よいしょ。で、このまま降りていって、これね、また、新たにね、こうどんどん芽吹いていってます。新葉がね。で、ほら、もう開いてきようよ。色わかるかな？紫色になってね。もう、明日、明後日のうちに、開くかな。まあ、あとはね、順調にいってますよ、これも。どんどん太くなりよ、うん。あ、ほんと、太くなると、太い太い。すごい太いよ。うん。んで、で、ちなみに、これ、ワイルドストロベリーやけど、こっちもね、ちょっとあんまり見てなかったんやけど、もう下の方のね、いちごはもう枯れてきたけど、また新しくね、ほら、花がついて、こっち側はもう咲いとるよ。反対側はもう咲いとる。それでね、古い葉っぱなんかも省こうと思ってます。で、あとは、まあね、中玉トマトです。これもね、ちょっと暑いけど、まあ、順調に育ってくれていってますね。ただね、下の方はこれ、うん、これはもうね、最初の頃の葉っぱっていうのもあるのと、やっぱり日差しがやっぱ強いんよね。ただこの小さい若い葉っぱに対してやっぱね、もともとトマトの葉っぱってそんなに大きくないし、丈夫な感じでもないんやけど、やっぱ、暑すぎてね、直射日光も結構当たりやすいとこなんで、本当に遮光ネットを考えないけんのでね、うん、今日あたり考えてみようかな、少しでも。うん。取り付け方がね、支柱をまた新たに買わないけんのかな。今ある残りの2本を使ってやるっていう手もあるけどね。うん、まあだいたいこんな感じですかね。うん。隣はまだ花房がついてないね。あのもう一個の分はちょっとね、これが葉っぱ
ぱいやろ。あら、これなんか変な折り方したね。なんでコクンと折れとる。まあいいや。なんかここはね、まあだいたいこっちの方はまだ花房もついてないしね、えこれなんよね、成長点。だからちっちゃいのやったらあるよね、今ピントがあったけど、うん、あっちもこれからかな。で、あとね、ミニトマトのこれ、これどうしようかな、育てろうかな、育てんめえかなってね迷ってます。これももうね、育てたらまた狭くなるしね、どれかがやっぱ片付かないけんけど、これからね、このトマトやないでナスビがね、ナスがどんどん育っていくんでね、パプリカもまだまだあと2月ぐらいは、2月以上やね、まだ小さいのもあるけん、まだね一時置いとかない。今年の大根はもう諦めようかな。まあそんな感じで今日の配信ね、今日8月の1日でね、一日やろ、木曜日、うん、特別何かっていうのはないんやけど、ちょこっとどっか出かけてみるかな。あのね、月が変わったからつってなんもないんやけど、うん、まあ8月っていう気分と、まあ今日木曜日やからね、あとお米も買うとこうかな。まだまだいっぱいっていうか、5キロがまだ半分もあるんやけど、半分以上まだいいか。じゃあまあ今日もね、暑いっすけど昼間どっか行こうと思うんで、それまたまあもしかしたらライブするかもしれんし、で夜もね、部屋内のライブまた小1時間ぐらいするかもしれません。ではね、あのまた今日良い一日をお過ごしください。では。